気実は未完化の酸公抗塩、空立ちなどの二性果実エキスです。まだ熟してない若い果実です。この生味は空、心、えー、美感。気形は非、異、大腸。えー、っと、主な効能は二つあります。一つが破棄小石。強力に気を巡らします。作用はとてもパワフルです。 えー、まずここに食積負荷、これは、えー、元気いっぱい食べますけども、えー、腐敗した臭いげっぷをしたりとかおならをしたりとかそういう形の時に使用します熱,、えー、熱血便秘、こちらは便が硬くて便秘の期間も長い方でもう一つがこちらは1回ですっきりしない便、べちゃべちゃ便ですねこういうものにも使用します。 2、えー、つ目が、活炭除肥、これは、えー、と水分代謝が停滞しています、それによって、短濁で塞がれている状態、そのような時に使用します。えー、もう1つ、こちらですね、巨可肥満症、こちらは、胸部が詰まって通じない、木の上り下がりが、これが流通が崩れている、そのような時に使用します。 こちら1つが破棄消石の目的で使用こちらはお血石体の頑固な便秘ですから便秘でも代用し等覚、ね、蒸気等を使用してまだ便が出ればいいですけれどもそれでもなかなか便が出ない時このような時に期日を加えて使用します。 あと2番目ですね、こちらは、えー、薄着などで、薄着などをしてて患者が、えー、突然入ってきて胃がキリキリしている状態、一時的に患者が、えー、入り込んだ状態、このような時にアンチウ酸を使用しますると思いますけれども、そこにまた期日を加えると、さらにまた、えー、広く使えると思います。 もう一つが、加担除肥の目的で使用。こちらは、軽、え、部、ー、の強い使いか、売殻器ですね。あの半下鉱木刀をよく使うと思うんですけれども、ここに記述を入れることによって、半下と鉱木が行う働き、これをさらにパワーアップしてくれます。半下鉱木刀と記述です。 えー、期日のエキス、えー、少々の代々未実果実エキスこちらは不経剤はトウモロコシで粉を使用しています消薬量はエキス1ムに対して3 3 3ムの消薬量となっております、えー、非虚弱なものには禁忌妊婦には慎重に用いると記載されております次に帰国です これも期日と帰国あの、両方発売しております。まず期日ですけれども、期限は未完化の3と同じです。公園、えー、からたちなどの、こちらなんですけれども、成熟、成熟間近の未熟化。ですからあの、先ほどはまだ若い状態、熟してない状態、帰国は もう熟している状態ですね、熟す、本当に熟す一歩手前の状態のものを使います。精味は、空、えー、心、美観気系が、非、胃、大腸。で、効能が2つあります。先ほどと違うのは、ここはあの、凝気って書いてます、吐きじゃなくて。ですから、吐、え、き、ー、までの強い作用ではなくて、一般的な力で作用します。 一般的というか、もうちょっと、えー、穏やかな作用、穏やか、えーと、もうちょっとそうですね、一般的な作用で作用します。気を巡らせます。ここも、えー、と表現の仕方例えばあの、えー、期日でしたら本当にパワフルですで。そこにあまりにも強いので、ですから、例えばもうちょっとお年寄りの方とか、女性の方になってくると、 帰国を使った方がいいパターンもあると思います。さらに胃が弱い方、そのような方はチンピを使ったりもします。この期日と帰国とチンピ、この3つ揃えておりますので、えっ、ー、と、それぞれ、えー、また使用していただけたらと思います。でチンピに関しては、特にあの、例えば、滋養剤とか、ニカワとか、で、あの、例えば胃がちょっと、えー、も持たれちゃうような人は、チンピを使ったりもします。 まず1つ目ですね、後期、えー、後期昇籍の目的で使用。こちらは、えー、先ほどの期日とほとんど似てます。お血石体の便秘、こちらには等覚状気祷と期日を、えー、使用します。こちらは先ほどもお伝えしたように、どちらかというと、えー、お年寄りとか女性とかには帰国の方が合うかもしれません。えー、2つ目が、えー 寒気上皮の寒腹腸痛こちらは、えー、もうイライラしてお腹も痛いそのような方は神・障、え、養、ー、さんと帰国このような使用の仕用の仕方もあります3つ目が、えー、こちらは、えー、顔が赤くてイライラによって微熱と平熱こちらを繰り返す、えー、大細胞を使用するときがあると思うんですけどもこちらに帰国を加えます 4つ目ですね、こちらも、えー、患者が一時的に入ってきたとき、そのようなときは、安中さんと帰国を使用することもあります。次に、えー、過炭除菌の目的で使用、肝吸血の頸、えー、部の使い、こちら、あの期日の時ときも半儀香木糖と期日とお話してましたけれども、えーとー 半下鉱木と帰国という使い方もございます単質症でしこりを伴うものにちんとうと帰国という使い方もございます少々の橙エキスです不経剤にトウモロコジデンプンを使用しております消薬用はエキス1グラムに対して3.33グラムの消薬量となっております非虚弱のものには注意 妊婦には注意をすると記載されております。